ね。この駅前、駅からここに来る道の途中の駐車場の脇で、ちょうどこの花とこの瓶が落ちたので拾ってきました。来たのです。じゃあ、今から5分間ですね。この花についてちょっとどれだけ語れるかやります。はい、スタート。まあ、茎が緑です。そうですね。表面に細かい凹凸と筋があるような瓶ですね。ああ、クッキー、クッキー、はい、どうやらこの花は凛凍というようです。ああ、本当ですか。さすが、何でも知っている。さすが彼氏欲しい。正しいかな。あまり確認できてないんです。まあ、とりあえず凛凍ということでしておきましょう。今のところ仮凛凍で、違うという方は仮凛凍みたいになってるんですけど、仮凛凍にしておきますか。じゃあ、いや、それはまずいと思いますけど、ね、仮凛凍で、はい、ニックネームが仮凛凍で、違うぞという人はぜひ幹事長さんまでメールを。そうですね、花びらが少ししおれかけてますね。ああ、やっぱちょっとこうちぎったからですかね。ちょっと出ると取った時は元気だったんでしょうかね。いや、そのさだかじゃないんですけど、まあでもこれなんていうのかな、群生してるというか、いっぱいこうバーッと入ってて、ここはこうフェンス越しにこう伸ばして、ね、ですけど、ね、なんかこう大体こう人間の長頭身の男性がかっこいいじゃないですけど、はい、結構まあスマートかなっていう思うんですけど、五頭身ぐらいでしょうかね、これ。ああ、そうか、これ五頭身ぐらいか。これちょっと八頭身だとじゃあちょっとだんだんダメな気がしますね。これでも十分なんか足長いなって感じなんですけど、まあ、身というか茎が細いですか、ね、そうですね。花が4つもついていて、なんか豪華ですね。豪華なんですよね。で、茎1つに花4つですよ。でもよく見たら花、これ5つありますよね。え、あ、本当だ。基本的なところで育ってきましたね。見落としましたね、ちょっと。よく見ないといけませんね。あ、山が来てる。して誰か入っているのが白鶴。白鶴、誰かが多分、飲む人多いんですかね。北本さあ、いかがでしょうか。そうですか。なんかこのちょっと赤と緑 の, コントラストですか、色相感どうですかね。むしろこの丸の白とラベルの立ち紙になってる黄色がどことなく凛凍を思わせるような。ああ、なるほど。そうですね、そこにインクしてるかもしれないですね。どうしよう、あと1分半もある。難しいですね。インドの学ってどういうなんでしょうかね。学って何でしたっけ。なんか大変そうだなって説明するんでしょう。学か、もうすっかり忘れてしまいましたね。花の構造、単子葉類とか総子葉類とか。ああ、そういう学の数によって決まるみたいな。いや、関係ないでしょ。
的な知識がないことがちょっと分かりましたね、花に関して。中学生やってますかね、これ。ああ、そうですね。中学生の方が知ってると思うんじゃないですか。気分ですよね。うん。だから、この色合いは好きですよ。なんか黄色と緑と白っていう、なんか。だから、もし茎が、茎が黄色で、花が緑とかだと自分が違うかなって思う。花と言いませんと思いましたね。いや、さすが自然はなかなかやるな。よし、5分経ちました。なんかだいぶ苦しい5分経ちました。難しいですね、ね、喋るの難しいですね。なんか共通の話題があったようななかったような気がします。そうですね。まあでも、とりあえず今日これせっかく撮ってきたんで、こう受験室に残していこうと思います。あ、ちなみに実は、はい、ちぎってくると、はい、あまり持たないというか。そうなんですよ。まあ、これいつまで持つか持たないっていうやつですね。うん、やっぱ知ってくるけど、切る。あ、じゃあちょっと切るのか。あ、ちぎる。あ、違う。水の中に。ここ幸いに布がいっぱいありますから。うん、切っていきましょうか。これで今切り込みを入れたってこと？斜めに切り落としたんです。あ、そうか。そうするとあれですね、こう表面積が大きくなる。懐かしいな。そうか、だいぶ3つ目終わり。